たんですか。そうですね。今のね、何て言うの。はいはいはい。立てたら今もやったら、うん、おこんな感じできないな。ピカッと掛け合うの、うん、曲げにせんなんだろ。え巻きにするかね、うん、パキンパキンと折れるわ。わかんなかった。俺のねえものあんまりいないな。映像がふかしたやつ。映像にばっかしたらするわりにはキツネ見つけれんがじゃんの。可愛かったぞ。どうか5日目頑張りなきゃ。僕はであの親にどのぐらいおるかの気のするまでうまいだろ。母ちゃんから電話かかってもらえる。見るからに聞かんそうな顔したもんな、うん、好きなもんだけにはできない。セイコーマートでちょっと普通のコンビニと違うの、ああいう野菜とかで、ちょっとわかる。でもちょっと違うよね。なあ、の、やっぱ他からの進出を一生懸命ごめんがいのあるところじゃないと思うよ、ね。あとだってキャンプするもんとかでかいとこからなんか成り立つのかもしれない。あの昨日宣伝入っとった。入っとった。はい。イレブンの弁当はあんた言うように一番うまいと思うわ。俺もまあろ、うん、ローソンだね。ローソンに切り分ないじゃん。なんかあの何げパックもなんかさベジョベジョなんかのさ、うまだここからだよ。本は大事。まだ行くためだよ。いつかもんが書いてる。まあもう蓋悩んだけど。むらせんがだけど。しばらく少しとかんだわ、こっちから2月にまだ2月にできちゃう。
今年お菓子がやらなかったな。どう？何事も経験やつ。保温にすっか、最近ちょっと解凍すっか。な、そのまんま、そのまんまでいいと思う。結構気強いぜ。両面焼きすっか。今日大丈夫だな。あー、ダメだな、表面焦げてくるもん。煮るか。あ、水入れてか。うん、焼き目つけて煮るか。破けとじ。それダメや。破いたらない。こいつ今ちょっとこれでやっちゃう。とりあえず。うん、ある。弱火モードでしょ。また電話がかかってたぜ。はい、うん、そうだろう、とりあえず来ました。オッケー、やだ。お。両面焼きやじゃん。終わりました。終わりだ。なんだ、ちょっと焼きそばあげないでください。やばい、抜きであげるぞ、これ。あ、何これ、破け取る。よし、いいじゃん。はい、はい、どうせ、全部作品比べたら。お、いいですよ、いいですよ。うまいな。あれがでかいやつ気にと思っとったらびっくりするぞ。でも
上がったらもっと上がる。下下がっていったらあろう。ここら辺や、そこやな。え、マシュート 今で行くの？ここずーっと下行ったら、ここで行くの？9枚やったじゃん。
言ってただけじゃん。冷たいじゃん、この水よ。みんなボートで出てとんよ。おう、出てとんの。おう、気持ちがあるの。うん、キャンしていいの。冷たいよ。冷たいけどさ。空気入れっか。そんなのでかいじゃん。いいもんだねがね。いいもんだけど。なんかね。大ちゃん、大人からの。やばい、崩壊してた。何やらさから全開になっちゃうか。ハエのおっちゃん、あやらと言ったのは、今4時、5時。そんなもんでない。食べ出しちゃったか。あ、聞こえんだ音。聞こえなかったの。よし、来たぞ。フクロウはほうほう言ったけど。ペンギアの高島電話してきて。うん。電話出たら、現場行け。いつまじゃんけ。おう、北海道よって言ったら、うん、爆笑しとったね。マジでどうした、忙しいやんか。いや、忙しいでさ、応援に来てもらおうかなと思って。床屋の現場とか終わったんけ。お、1週間で終わらした。うーん、忙しいやの。はい、お、急いで、あ、もう来いわ。お、来わよ。どうか変でも器ちっちゃいからね。